はい、皆さんおはようございます。雨男です。今日もいいお天気ですが、雨男です。本日はですね、もうすでに、出かけております。ここはですね、ちょうど小田原、箱根の手前ぐらいですけれども、こちらに来ておりますが、これからですね、今日もまたポタポタとダラダラと、インドフェーザーにてツーリング行きたいと思います。これ明らかに空気圧低いような気がするんだよな。完全に。完全に空気が、完全にリアタイヤの空気がぺったんこだもんね、これね。はい、早速なんかトラブりましたね。じゃあまずですね、近くのガソリンスタンド、目の前か、これか。はい、さっきね、ちょっと降りるときになんかおかしいなと思ったんですよね。高速道路降りるときにね、なんかグネグネするっていうのは、車体がグネグネしたんじゃなくって、タイヤの空気がグネグネしてたというね、そういうことでしたね。なんかすごいゴトンゴトンしてる。スローパンクチャーかなー。やっぱねーな、これ。完全にゴトンゴトンしてますね。フェーザーパンクか。空気、タイヤの空気は？タイヤの空気ないな。聞いてみよう。すいません、タイヤの空気を入れるのってどこですか？そうなんですね。はいはい、わかります。ああ、それってもしかしてこういうやつじゃなくて、あの管に繋がってるやつですか？ああ、わかりました。はい、はい、というわけでこれ困ったな、ちょっと。完全にフラットタイヤですね。良くない。空気圧が、よいしょ、いろいろ問題があるな。よいしょ。このタイプね、このタイプはね、難しいんですよね。この角度じゃないと無理だから。よいしょ、よし。ああ、これ入れられるかな。これバイク入れにくいんだよね。
これね困っちゃうな。こっちはサリーガードついてるしな。お、すげえ車高上がってきた。やべえ、リムから外れるとこだったじゃん。さてこれでタイヤが抜けた理由を、パンクした理由をちょっと探んないといかんですな。明らかにシューっつってるもんな。ん？ここだ。すっげえ。切れてる。うっそー。これ治んねえな。うっす。ひえー、すげえ裂けてる。これからすごい空気、勢いで空気抜けてるんですけど。スローとかいうレベルじゃねえな。これって、ああ、治んのかな。あ、すいません。こちらってタイヤのパンク修理ってできますか。バイクですか。はい。バイクはやってないです、ね。やってない。バイクはちょっとリスクが高いんで。ああ、やっぱそうなんですね。ゴムが硬い分。はいはいはい。パンク修理台突っ込んだところが、うちのお店じゃないですけど、過去に他のお店で、バーストする確率が高い。ほうん。なんで、お客様のやっぱ、バイクも傷つけちゃうこともありますし、あとは怪我されちゃうこともあると思うんですよね。はい、バイクは基本的にはまあね、そうだよね。そうだけど、あんなに進んでる。おう、そうだよな、あの勢いで抜けてったもんな。さっきより裂けた気もするな。完全に空気が抜け切りました。これに対してここだから。よいしょ。これジャフかな。どうしようかな。ジャフかな。ジャフ呼んでどこかに。でもこれパンク修理できるのかどうかわかんないしな。近くのバイク屋さんかな。あ、そっか、正月休みだ。あー、参ったな。ってことは量販店かな。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけれども、ですね、ちょっとバイクのタイヤがパンクしてしまいまして、ちょっとそれ見ていただけないかと思ってるんですけれども、車種がですね、ヤマハのフェーザーなんですけれども、ですね、フェーザー25という輸入車、インドの輸入車になります。
はい。あ、ギア車です。で、はい。で、パンクなん、250です。はい。後ろです。はい。はい。そうですね。はい、ぜひ。はい。はい、わかります。ですね。140-70-17。はい。今はですね、ですね、ナイログリップ、ナイログリップザッパーっていう、はい、はい、謎のタイヤがついてます。はい、すいません、はい。あ、そうですか、はい。はいはい、ツーリングタイヤで全然問題ないので、はい。レンジは、レンジってなんだっけ？あ、M、はい、MC、はい、MC66S、はい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 。いえ、とんでもないです。はい。はい。よかったです。多分入ってないと思います。はい。スポークではないです。キャストです。はい。はい。今ですね、どこだっけ、青少バイパスの入り口ぐらいなんで、すごい近いんですよ。だから多分10分15分ぐらいで行けると思います。はいはい。これがですね、避けてるんですよ。はいはい、多分、はいはいはい、お願いします。はい、いえいえ。あ、そうですか。はい。はい、行きます。はい、よろしくお願いします。というわけでですね、無事に輪家に連絡がついて、タイヤフィット確保済みと、いうことなので、あとは、この完全にパイクしたタイヤで、どうやって行くのかなって感じかな。いやー、高速に入れって言ったけど、これ高速は入れませんよ、この速度じゃ。いやー、それにしてもここでパンクとは。11キロも走んの？結構距離あった。でも慌ててもしょうがねえしな。すいませんしか言いようがないな。遅くなってすいません、乗りてグネグネするわけだ。いやー、バイクってパンクするね。これで2度目ですよ。車でなんてね、パンクここ10年間で1回ぐらいかな。しかも俺じゃないしな、パンクしたの。あんだけ走ってんのになんでこんなにタイヤパンクするんだろう。バイクって1000キロですよ。1000キロ走ってパンク、すごいな。いろいろイベント盛りだくさんですね。いやー、すげえわ。ということでですね、もう少しで二輪館に着きますね。大変だった。二輪館ここでした。二輪館イエローハットと併設でしたね。よいしょ。左に行けと。すみません、先ほどお電話したパンク修理で、はい。
はい、これか、はい、これもスポーツタイヤもあったんですけど、どれがいいでしょうか、はい、こ, こ, でかこの6だと GT6 まで、これ同じようなツーリングタイヤで、持ちも同じぐらいです。溝 の, あの形状が、こっちよりもこっちの方が人気はあります。人気普通っぽいので、スポーツタイヤっぽいので、あー、そういうことなんですね。はい、これでもフロントなのでリアはそんなでもないんですけど、リアはこっちですよね、はい、これ、あ、そっかそっか、14枚だからね、1万3500円、1万5100円、こっちの方が安い、はい、で、安い方ですフロントは1万円か、であとプラス交換工賃とかですよね。はい、どうも、の間です。タイヤは、はい、ちょっと、すいません、はい、ここですね、はいはい、が亀裂、やっぱり空気抜けてました、ね、はい、はい、やっぱこれ危ないですよね。そうですね、それ修理しても多分そこから避けていく可能性もあるので、ですよね、はい、裏って分かりますかね分かんないな、これな、あ、でも分かんない、これか、はい、そうですね、これだ、あ、これダメですね、はいはい、はい、ありがとうございます。はい、というところでですね、パンク修理も終わり、再び走り始めました。タイヤのパンクなんですけど、やっぱ避けててですね、要はこう穴が開いてたとか釘刺さったとはなくって、こうなんかカッターナイフでサクッとこう切っちゃったとか、そんな感じの、切れ方がしてました。で、まあ修理できなくはないけど、まあ修理してもねっていう感じの、内容というか、まあ傷でしたね。微妙ですけどね、本当は直したかったですけど、まあまあ安全を考えたら、交換の方がいいかなというところです。残念ながら標準タイヤの耐久性、何キロ持つんだ、1万キロ持つのかどうかとか、そういったところをですね、確認したかったんですけれども、そちらの方の、ロングラン、耐久テストはできなくなってしまったのは、まあ、一つ残念ですね。はい、まあしょうがない、安全には変えられません。タイヤ交換したてはですね、あの表面ヌルヌルしてるんで、気をつけていきたいと思います。まあ飛ばさないしコーナーも攻めないんで大体大丈夫でしょうね。昔あの 50cc バイク MBX50 ですね、これ乗って、タイヤ交換しなきゃ、交換したさ ありがとうって言って、スタートした瞬間に、バイク屋出て5メーターでリアがズルっといってですね、怖い思いをしたと、いうことがあるので、はい、やっぱですね、最初は縦に縦に、あんまですね、こうバイクを寝かさないようにして走るのがいいかなという感じで思っております。はい、ということでですね、今日は最終的にはうなぎ食べて、タイヤパンクして、タイヤ交換して、港を見て終了するというところで終わります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また今度、バイバイ。